シチリア海峡は、地中海のシチリア島とチュニジアとの間にある海峡。地中海を東西に分け、北はティレニア海と繋がっている。統一された英語名称は定められておらず、ストレートオブシシリーの他にシシリアンストレート、シシリアンチャンネル、チャンネルオブシリー、シシリアンナローズ、ポンテイレリアチャンネルなどの名称がある。他の言語では、以下のように呼ばれる。 フランス語では、シチリア海峡のほか、ボンミサキ海峡あるいは、ケリビア海峡の名でも呼ばれる。ケリビアは、海峡の南側にある地方の名称であり、ボンミサキ半島はチュニジアから海峡に突き出した、半島の名である。最強部は、シチリアのマツアラ、デルバンロとチュニジアのエルハワリアとの間で、幅は約 145km。地中海を、 西地中海と東地中海に分け、北はティレニア海と繋がっている。南西側についてはリビア海とも呼ばれる。海峡の中ほどにはパンテレリア島がある。このほか、海峡周辺には南東側にマルタやペラージェ諸島など、北西側にエーガィ諸島などの島々がある。深層海流は東から西へ流れており、 表層近くの海流は逆方向に流れている。通常ではない海水の動きは海洋学者の関心を呼んでいる。ありがとうございます。